今日のマッチタイムはこれ。愛知県名古屋飯の代表格を再現、カルビー片揚げポテト手羽先味。時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふぅ、マンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、愛知県名古屋飯の代表格を再現、カルビー片揚げポテト手羽先味。ジー、ポテトチップスでおなじみカルビーでは、2017年から地域に関わる方々を元気にし、さらには日本を元気にしていくプロジェクトとして、47都道府県の地元ならではの味を開発するラブジャパンプロジェクトを発足。今年度も多くの地方色豊かなフレーバーのポテチが次々と続々と発売されています。その中から今日は第3弾として発売された、愛知県名古屋飯の代表格、手羽先の味わいを再現した片揚げポテト手羽先味。2017年にこのシリーズで手羽先味のポテトチップスを発売していましたが、甘辛いタレとピリッとしたスパイスの組み合わせの癖になる味わいが人気を集め、今回は片揚げポテトで再現。カリッとした食感にも合う味になっているとのことです。では今日のおやつ、カルビー片揚げポテト愛知の味手羽先味、いただきます。すごいなんかゴールドですよ、光っておりますよ。わあ、これなんだっけ、あ、すっごいと忘れした。あ、シャチホコ。そうだそうだ、ちゃんと2匹写っています。開けていきましょう。お、袋も硬い。よいしょ。おー、うん、香りはコンソメ味の香りです。ではいただきます。うん、おー、あ、片揚げってこんな硬かったっけ。うん、あの手羽先のあの外側のカリカリ部分だけを食べてる感じ伝わるかな。すごい美味しい。あのこれは肉の旨味のエキスでしょうかでもなんだろう、なんか、うん、エキスを感じる味です。とても美味しいです。なんかあのビールとかね、皆さんあの合うと思うのでぜひ食べて。 ZIP FM 77.8